この前ね飲みに行ったんですよ行きつけのスナックがあるんですけどそのスナックが閉まってて横の店に行ったんですよこれ言もういいか言っても、まあとで消されたら消されたでいいか俺と鍋とピロピロってわかるうんでカウンターに男が一人座ってたのよで綺麗な姉ちゃんが一人おった俺店長かなと思ってでまあいいやって酒飲んでて で俺が好きな歌があるから iPhone でカラオあのかけたのよ、その <laughs> 曲をね。で、そこカラオケもあるから別にさ、流すことはよくない、流してね。<laughs> で、それ、めっちゃいいやろ、この歌っていう話してて。ほんら鍋がトイレ行って、結構な時間、帰ってこない、20分ぐらい。あれで、ピロに、鍋帰ったんか、あいつ。いや、分かんないです。ただ、戻ってきてさ、顔真っ白。え、ど,どうしたのいや さっきカウンターにおった男が外に出てて俺を連れてこいとあいつ連れてこいぶち殺してやるわって言ってるんですよどうしますって言うから何でこんなんに巻き込まれなあかんねんと思って知らねえよ俺って言ってどうしますって言うからどうしますもう何も知らねえよじゃあ呼んでこいよそいつ,つってそいつ来たのよ <laughs> 中にだからさ俺のテーブルのとこ来てさうるせえんだよお前ら かけんない iPhone うるせえって言うからいやいやカラオケも流れる店やし別に店長に何も言われてないしいいでしょみたいな前から気にならなかったんだよって言われて前前って言っても半年前ぐらいに1回言ったぐらい前なんかしましたお前お前らがラップバトルするからダーツの音が聞こえなかったんだよって言われて知らねえよと思ってさ「いや知らねえよそんなこと」って言ってとそいつが「なんだよそんな生意気な態度」って言ってテーブルバーンとひっくり返したのよ。 こいつやっばと思ってどうしようかなと思ってよしここはやり返すしかないと思ってもう奥底の久保田が動き出したのようん牢獄に入れたはずの久保田がガチャッて出てきたようんで俺テーブル一回戻してだからさ人が喋って楽しい場で死なん奴やつが来てテーブル倒すってありえないだろうとなめんじゃねえよお前っつって俺もテーブルバーンって倒したのよでそこでもう鍋がもう震え上がっててじゃあもう警察じゃあ呼びましょう 警察呼んだよそいつが覚えとけよ、お前俺のこと知らねえのかとかいうから知らねえよ、そんなのって名前なんか言ってたんですよ <laughs> でも知らねえわっていう話してたんですで、警察が来てそいつ連れ出されて外でじなんか事情聴取みたいなしててで、俺は中で警察にまた話してだから事情聴取し終わってその警察が戻ってきたの店の中になんかすいませんねって言うからいやいやいやで、さっきのやつどこ行きました返しましたって言うから。<laughs> いや、返すなよ、謝りに来させろよって言って、<laughs> すいませんって警察がまた行って、それで連れてきて、たらすいません、人変わったように、<laughs> すいません、すいませんでした、ここしかないと思って、二度とこの町にお前みたいな人間来んなよ、そうやって人変わるようなやつ、ろくでもねえだろ、お前みたいなやつ、なあ、みたいなこと言ったの。ただ、なんか鍋がさ、クロスバーの鍋が、な何喧嘩強い先輩の横におるやつみたいな感じで、そいつに、 分かったかお前マジでなめんなよって言ったのよそたらそいつが目パキってなって鍋,鍋の顔近くまで行ってお前だけは絶対殺すからなって言って <laughs> でここで普通終わるやん話もういいわ言うわラジオやからリアルやからね広末涼子さんの最初に結婚した旦那さんでした